くまでに大体の時間を教えていただければ大丈夫だと思います。当日は時間がないんだろうから効率的に買い物ができるようにリストを作っておいてね。しないでね。あと怪我。頼もしい。
は思う存分料理しようね。これはおなみさんが言ったじゃない。これからみんなで体育祭用のお弁当を作るの。気が利くじゃないかな、おき。一人暮らしのテクニックを見せてあげるわ。
私たちは廊下にいるから、何かあったら呼んでね。見張られてるみたいで嫌でしょ。そんなことないですけど。いいんですよ。じゃあね。
れたからそんなに大変じゃなかったかも。そうだね、料理の時はコナミさんが先生みたいでしたね。え、そんなことないと思うけど。体育祭って体操服で行くものなんじゃないの？そうなんだ。危うく話題の中心になるところだったね。じゃあ着替えてくるから先に行ってて。待ってようか。時間は大丈夫だし。久住先輩、おはようございます。おはよう、橘さん。千尋、おはよう。やあ、天ヶ崎さん、体操服だったり。学園に着く前に気づいてよかったんじゃないかな。